はい、どうも、ぐっさんです。FF14、それでは続きプレイしていきたいと思います。前回は、あれですね、コンテンツファインダーの、オーラムベイ、ここをクリアしたところで終わりましたね。結構ここ難しかったね。で、次なんですけど、これですね、お嬢アムダプーの本鍵、これを、受けないとダメですね。だんだんどうよ、最近は刺激が足りてないか。それじゃあ新たな刺激のご紹介ってやつ、その名もお嬢アムダプー。グリタニアは南部森林にある第5西暦時代の遺跡さ。興味があるなら入り口のマクシンに話しかけな、きっと最高の刺激を味わえると思う。だらけ、刺激が多すぎてちょっと大変なんですね、最近。むしろメドックの紹介ですね。なかなか有名な動物だったと思います。もし、ズノミユーザーの人ならお帰りください。かつて一大魔法文明に反映したと言われる最国の美しい古城の面影はもうありませんから。最近カルト集団の最後の軍民に占領され、内部は彼らが召喚した妖異だらけなのです。しかし妖異討伐に協力願えるのなら話は別、歓迎します。来ますなんです。で、集まるかな。すごい。結構むずいっていう話だったね。まあ結構ギミックが多いっていう話だったね。チラーっと聞いたよし。
ちゃ強い。
おお。ふっそ。
ラストかな。よし、終わりましたね。また無視さない。ザポール。あ、出てますね。なんかちょっと一瞬いまいちよく分からへんかったけど、ちょっと焦った。じゃあ戻りましょうか。とりあえずよかった。ほっとした。ね、他の方がめちゃめちゃ強かったんで。レグナンツと、ここやな。よいしょ。はい、到着。
公正な取引を成立させるためにお互いに必要なものを手に入れてくるようじゃない。逃げたよ。はい。確かに集めて、くれたようだね。こっちも約束を守るし、作法がね。はい。ファーストミルのゲルールド。あー、でも、ここまでしておきましょう、とりあえず。はい。それでは今回の動画はこの辺りで終わりにしておきましょう。それではまた、次回の動画も、よろしければ見てください。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、失礼しまーす。